鉄拳戦には自信が。ヒューガの憎しみの運命だかなんだか死ねえがな。ヒューガを変えてやるよ。なんてチャクラだ、あのガキバカ力から出しやがって。ねえ、どっちがナルト？そんなの私もわかんないっての。俺くん、悪いがこれが現実だ。これで本当に終わる。影分身を穴に残して正気を見出した。こいつはそれを分かってる。しかも天然でな。あの状況でとっさに影分身を。お前の得意忍術か。迂闊だった。俺ってはアカデミーの卒業試験に3度落ちて運悪く、卒業試験に出る忍術のテストがいつも決まって、俺の一番苦手な忍術分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。運命がどうとか変われねえとか、そんなつまんねえことメサメサ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。勝者